おはようございます。昨日ね、こちら技術情報12月号の動画を上げさせていただいたのですが、まあ事前にもね、こう読んだりしているのですが、何かね、ニリに関することを忘れてるなと思いましたら、やはりね、一見見返してみると忘れておりました。大変申し訳ありません。で、ここでね、追加で動画にしておきたいと思います。で、出ているのがね、ヤマハさんですよね。ヤマハさんのボルトの方で、不具合の内容がね、原動機のクランクケースにおいて、鋳造作業が不適切なため、エンジンオイルの通路とつながる、ね、巣穴が発生しているものがありますということで、まあね、あのクランクケースの作るときにね、こうオイルの通路に穴が開いているものが、穴ができてしまったものがあるようで、そのためね、運転時に、その巣穴からエンジンオイルが漏れる恐れがありますということで、で、こちらね、この概要箇所説明図ということで、でエンジンの、ね、下側のこのボルトのところの際から、まあ、ボルトだからボルトいうわけじゃないんですけど、でその際の、ね、ボルトの際から、どうもオイルが不具合、基準不適合発生箇所ですよね。これドレンボルトかなとも思ったんですけど、ドレンボルトにしては、ね、ちょっと位置がこう違うんで、パーツリストで確認してみましたら、同様のボルトが、ね、何箇所かありまして、そこに、ねシールワッシャーもありまして、でまあ、あのストレーナーというかね、その奥にこうオリフィスというか、なんか詰め物があったりするところもあるので、やはりね、オイル通路になってて、こうエンジンが始動すると油圧がかかるので、その圧力でね、穴ができてしまっているものは、その穴からね、オイルが漏れてしまうようです。で、改善の内容としましては、全車両クランクケースを点検し、エンジンオイルの漏れが認められている場合、まあ漏れている場合だけですよね。漏れている場合は、エンジン本体を良品と交換します。エンジン自体をね、交換してくれるということです。なかなかね、エンジンアッセンブリーでね、丸ごと、交換してくれるのはね、なかなかないですよね。まあ、保証書、メーカーさんの、ね、保証書を見てもらうと分かるのですが、まあ、保証するのはね、その不具合のある部品について保証するということが書いてありますので、まあ、こういったね、オイル漏れの場合でも、大体ね、クランクケース交換とか、まあ、当店でもね、ここで何日かね、クランクケース交換したこともありますが、まあ、その車両はね、やはり同様にね、巣穴が入っていて、で、あの表面がね、そのままアルミの地肌だったら分かりやすいんですけれども、塗装してある車両がありますね、黒とかシルバーとか、で、うまいことにね、その塗装で巣穴が埋まっていったためにね、鳴らし運転中は、オイルが漏れてこなかったんですが、油圧が、まあ、低かったんですよね。で、もう鳴らし終わったんでね、回してもらっていいですよということで、エンジン。もうブワンと回した途端にそこからね、プシューとオイルが漏れてきたという、まあなんともね、ちょっとわかりにくい、不具合がありましたが、そちらね、そのクランクケース、同じ、番号のものをね、メーカーさんがこう、エンジン番号を打刻したものを送ってくれて、で、その不具合のあったものは打刻を消して送り返したというね、反応がありましたけれども、ですので、まあ、エンジンね、アセンブリ交換してしまうと、そのね、マッチングができなくなるんですよね。あの、フレーム番号に、このフレーム番号はこのエンジン番号が乗っかっているのがね、まあ、大体のところで、わかるんですけれども。で、ヤマさんね、時々昔、エンジン番号打ってないものがありまして、ね、型式は打ってあるんですけども、ね、エンジン番号打ってないものが、一時ありまして、で、あの、業者オークションとかでね、こう、出品したり買ったりして、そのエンジン番号ないとかいうことでね、クレームになったりいうのをたまに聞いたりとかしますけれども、ね、まあそういった時にね、ちょっと困ることもあります。マッチングができてなかったり、こうね、エンジン番号がなかったり、まあこう、さすがにね、エンジン番号ないものは送ってこないとは思うんですが、まあ、エンジン型式がね、確認できれば、車検等は関係ないのですが、まあ、何かしらね、修理の時にちょっと困ったりするのでね。で、とか、まあ、よくね、あるのが、店頭などで、クランクケースが割れてしまって、他の
ね、部品取り車からエンジンをね乗せ替えたりしていて車両とマッチングできてないというものも、素性のわからない車両はねやはりあったりしますんで、まあ、そういうものとね捉えられてしまうこともあるので、まああまりねこうマッチングがずれてしまうとよろしくはな、まあその辺ねメーカーさんなんでしっかりしてくれるでしょうけど、でこういう事例がありますとね、なんであのボルトはエンジン乗せ替えてくれたのにこの車両はエンジン乗せくれないんだ乗せ替えてくれないんだいうことがねあるので、まあとあるメーカーさんねこうケース交換で対応いうことでもう絶対ねエンジンは交換しませんいうスタンスを取られているメーカーさんもあったりしますね。まあ事例がね出てしまうとやっぱりねあれがいいのにこれはダメということになってしまうので、一貫してねもう部品に対する保証ですのでいうことで、でフレーム交換した車両もありましたね。やっぱり GL の1800とかもね最初の頃はフレームクラック入ったりしてフレーム交換とかあったりしましたけれどもね、もう絶対部品はね、車両交換エンジン交換しませんというね、メーカーさんもあったりしますが、でたまにねこう以前ねこうクレームで車両交換してもらったことがあるとかいうお話を聞いたりするんですが、それねお店の方が買い取ったり、まあメーカーからねいくらか補填がねあって、もうお客様にはね車両交換という形でその車両はね、お店の方で引き上げてくださいということがあったり、まあ店の方の判断でね引き上げたり、まあ当店でもありましたけどね、中国製の車両でもうどうねお客様にいくら直ったといってもね最初にちょっとそういうケチがついてしまうともうこの車両いらないということになってしまったりするんでね、じゃあもう車両交換でいうことになったりしますが、だいたいお店が負担するか、まあどこかがね負担して泣いてるとこがあったりしますんでね、まあこうエンジン交換本当にいいのかどうか、まあこう巣穴程度のクランクケースのね巣穴程度なのでクランクケース交換してしまえばいいんですけどね、でまあねそんだけ手が回らないのもあるとは思うんですが、でメーカーさんに送ってねケース交換といっても、まあ、多分それだけできるね今施設がないんですね。営業所とかもどんどん閉鎖していってるんでね、そういう近くですぐ作業できる場所がねなかったりするんで、もうほぼお店にねお任せしますという形なんで、なかなかそういう対応も今ね取りにくかったりするんでしょうね、いう感じで山さんのね、リコールが1件抜けておりましたので、こちらね、ちょっと追加で動画にしておきます。ということでね、また LINE もこちら、ご紹介しますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。